こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を入れながら大相撲の世界をお伝えするまっちゃんねるです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。はい、では今日も質問をいただいております。はい、はじめまして、岐阜県在住の39歳のものです。貴重なお話聞かせていただきありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。厳しい相撲界での経験はその後の人生においてどのような場面に役に立ちましたか？ぜひ教えてください。というこういう質問ですが、いかがですか？まあ、確かに世界はね、いろいろな人から厳しかったでしょうとかね、はい、言われることが多い。確かに厳しいです。まあ、いろんな世界も厳しいんでしょうけど、相撲もね、やっぱり引退した後もいろいろね、経験が人生の糧になったことも多くありました。はい、やっぱり上下関係のね、ことでしょうかね。相撲界というのは兄弟子親方ね、その関係がすごい厳しい世界なんで、10年15年しますと仲良くなりますけども、やっぱりこう上下関係はね、厳しい、けじめけじめっていうような、そういうことですね。そうですね、それでやっぱりこう年長の人を敬うとか、ちょっと立てるとか、そういうところが、そうですね、兄弟子は兄弟子なんでね、そこはもうしっかり立てますし、結果的にはちょっと礼儀の正しさとか、そういうことにつながるっていうことですね。社会に出てからはね、そこまでは厳しくないです、正直言ってね。でもやっぱりこう、もう身につ ついてしまってるんでね、どこに行ってもこう年下でも兄弟子がいたら、ちゃんと教えてもらう時には敬語ルールを守ってね、やってました。結構だからね、引退したのが31歳なんでね、新しい仕事に就いてからはね、年下の兄弟子多かったですよ。兄弟子というか先輩、先輩がね、多かったです。はい、そこでの先輩なんでね、しっかりとその人のね、言うことを聞いて、自分も頑張ったら下に教えていくっていうことをね、しなあかんから、そこはそこでちゃんと切り替えて、そしたらまたこう自分より後に入ったものに教えるって、教えなければならないぞっていうことも、もう身についてたっていう。そうです、相撲界はその兄弟子が新弟子の人、その新弟子が兄弟子になっていく、もうこれでずっと何百年も続いてきてる世界なんでね、そういうこともね、しっかり身につけて役に立ちましたね。そうですか。はい、他にどんなことがありますか？私生活なんかはね、まずね、これは僕だけかもしれないですけども、朝起きるのが苦になれなかった。なるほど、ね。まず寝坊することは ないです。はい、歴史の方はみんな大体早起き、ね、早起きですけども、やっぱりそれは性格ありますから。寝坊助さんもいるんでね、その人たちは 今はどういう生活か知らないけど、僕はね、もうその中でもう習慣づいちゃってるんでね、朝寝坊して遅刻してしたっていうのもないし、またこの遅刻っていうのが、ね、嫌なんで、よくね、行事があったらそれの3時間ぐらい前から用意するから、それは早すぎるってよく言われることもあるんやけどね、なんかね、やっぱり早めにしとかんと、なんかこう落ち着かないんでね、そういうところもね、しっかりこう忘れないようにすることを覚えました。はい、またね、あと仕事場の中とかでもね、僕最初工場とかで働いてたんですけども、出したものをね、ちゃんと片付けるっていうね、ことをね、相撲部屋はやっぱり団体生活なんで、自分のものは自分のものでいいんですけど、みんなで使うものとかは、出したものを出したところに片付けとかんと、自分がいない時とか次の人が使うで困る、そういうことが起きるんで、それはもう相撲部屋でちゃんとそれはしろっていうふうに兄弟子から教えてもらったんでね、これはもう別に教えてもらうとかじゃなくて、自然と工場に行った時でもね、そういうふうに出したものは出したところにしまうっていうのがね、身についてましたね。はい、でもね、ちょっと客観的に見ると、相撲界いたからこそちょっとここは弱点だなっていうところもありますね。例えばこう自分で意見を出すとか、自分が人前に立つとか、
そういうことはあまり相撲界ではないですね、うん、どちらかというと親方の言うことを聞く、兄弟子の言うことを聞く、そうですね、そういう自分は目立たず後ろに控えてるっていう、まあ、そういうのがね逆にちょっと身についちゃって、うん、辞めてから苦労したっていうところもありますね。まあ、その相撲部屋におる時にはやっぱりこう、まあ、間違えたことは親方は言ってないんでしょうけど、うん、親方は絶対の世界なんでね、うんうん、ですから自分の意見を出すっていうことはあまりなかったんですよね、うん、まあ、引退してからの親方はそこの会社のね、うん、社長さんであり、うん、上司であるんでね、うん、その人の言うことはに なかなかね、うん、意見することはできなかった時もありましたね、うん、まあ、そこはちょっと弱点でもあったけども、はい、だけどもまあね、そこに気づいて、うん、まあ、これからはこう意見もどんどん出していって、またや人前に立って引っ張っていくぞっていうような、そういうところも身についてきましたかね。そうですね、相撲界いろんなところにね、うん、か人前に立つこともね、うん、多かったんでね、うん、僕どっちかというと中学校の時とかは、人に前に立つのはもうちょっとご遠慮みたいな感じの性格だったのが、やっぱ相撲を15年経験して、うん、引退して、うん、まあ、ヘルパーなんかもやってたんですけども、はい、その時にはもう人前で、うん、堂々とね、うん、できるような根性がつくっていうか、そうですね、土俵っていうのはいっぱいあちこちからいろんな人が見てる中で相撲を取ってきたんですから ね、そういうところは肝が座ってるところはあるでしょう、ね、まあ、そういうところでね、まあ、根性がついたというか度胸がつきましたね。まあね、それはいい面もあればちょっとね、弱点もありますけども、はい、相撲界で得たものを、ね、生かしながらまた頑張っていかないといけないですね。はい、ということでご質問ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、チャンネルではこのように皆さんからの質問をお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。本日もありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。